この性能でこの価格、なかなかやるわね。こっちの盾も悔しいけどかなりの良品じゃない。その割にお手頃価格だし。どうしても同業者の目線で見ちゃうから時間がかかってるね。ごめん。あら、そう。でも今後ともリズベット武具店をご贔屓に。でもそろそろ切り上げるわ。こんなに時間かかってまだ3軒しか回れてないもの。負けたくないじゃない。適当な仕事して適当に稼ぐより私にしかできない仕事をやりたいのよ。時もあるけどね。こうして他の人の作った武器を見てると負けてられないって気合が入るわ。あんたはそれでいいのよ。攻略組が職人の真似する意味なんてある？ここから出るためにみんなそれぞれ自分の役割を自分で決めて頑張ってるのよ。私も役割を果たしてるってだけ。ならいつだって受けようわよ。それじゃあそろそろ行こうか。じゃああと一軒だけ寄ってっていい？来る時に見かけたアクセサリーの店が気になってるの。
この指輪の細工なんて、絶対真似できないし。すごい。目の保養だわ。キリトってば、頭の中身まで数値化しちゃったの？この細工に、どれだけの技術と情熱が注ぎ込まれてるか、わからない？これの制作者はきっと、普通に装備品として通用するアクセサリーも作れる人よ。スキルを相当上げないと、この細工は作れない。それでも、パラメータを度外視してるのは、パラメーターだけでこの作品の価値を決めてほしくなかったからだと思う。ただ素直に、この美しさを見てほしい、心を惹かれてほしいって願って、このアクセサリーを作った気がするの。パラメータに関わらなくてもご飯は美味しい方がいいでしょ。パラメータ上げに役立たなくても、ぼんやり空を見たり本を読んだり誰かと一緒に遊んだりさ、仮想世界であっても、私たちには心の余裕が必要じゃない？それが無駄に見えたとしてもね。このアクセサリーは、そんな風に誰かに必要な心の余裕を生んでくれる大事なアイテムだと思うの。強く言い過ぎちゃってごめん。ついムキになっちゃったわ。言われると照れちゃうでしょ。こっちはお説教かましたって言うのに。
私は別に何もしてないし、お店巡りに付き合ってもらったのはこっちだし。そこまで言うならお言葉に甘えようかな。どれにしようか。最初に見たあの指輪、一目惚れするくらい素敵だったけど、さすがにまずいわよね。やめておこう。ありがとうございます。今つけていかれますか？え、じゃあせっかくだからつけていこうかな。はい、ありがとうございます。どう？似合ってる？そりゃあそうだよね。でも嬉しいよ。ありがとう、キリト。あ、キリト、ちょっといい？少し聞きたいことがあるのよ。何度か地震みたいな揺れが起きているけど、この世界ではよくあることなの？ということは何かのイベントの一種なのかしら？ポイントである75層を超えたから発生し始めたものなのかもしれないけど、
もシステムが不安定になってるために起こっている現象じゃないかっていう見方もあるわね。下の層に行けなくなったり、アイテムが壊れたり、システム的なところがちょっと不安よね。うん、私がホローエリアに囚われたのもエラーが原因だったし、この世界が壊れ始めてるのかな。そんなこと考えたくもないけど、だとしたら急いで百層をクリアしないと。しっかり安全を確保して攻略を進めましょう。